早滝は、群馬県田野郡神奈町を流れる塩沢川に架か,かる滝である。氷曝で有名。本滝は、赤舟山を流れる塩沢川に架か,かる直曝である。落差30から40メートル程度。標高が900メートル程度と高く寒いため、冬季に欠氷し氷曝となる。氷曝は12月末頃より成長を、始め2月頃が最盛期。最も凍った場合は、 滝全体が欠氷する。周辺の植生は主に落葉紅葉樹林からなり、一部に杉等の人工林がある。滝がある標高900メートル前後では主に小ならや、カエデ松などの雑木林様であるが、より標高が高くなるとから松、水柄、白ンバなどが主な樹種となる。本滝周辺の地質は、ジュラキのメラン樹気質であり、白色の形質岩、 緑色および赤色の編成岩などが複雑に入り組む。このため、色とりどりの岩石が川床を彩る。公共の交通機関によるアクセスは不可。自家用車と徒歩によるアクセスとなるが、車道も登山道も急斜面がある。特に冬季は車、人ともに十分な装備が必要。氷漠を見たい場合は、春、または秋に事前に登山ルートを確認しておくことが望ましい。 自家用車の場合、神奈町まで国道462号で行き、八幡神社の角を右折、塩沢川沿いに車道を登る。塩沢ダムを越え、急斜面を登り、民家が見えたら左手の林道へ入る。少し進むと右手に廃墟があり、少し広くなっている。自動車はここまで。廃墟に沿って右折する道があるが、途中で崩落しているため、通行は不可。 林道沿いに沢を渡り、右折して回り込むことで登山道に入ることができる。登山道は最初は、緩斜面であるが、途中から、距離は短いながら急斜面の鎖場、崖、枯れ場が続く。滝壺の手前に2メートル程度の小滝があり、これをよじ登らないと滝壺にアクセスできない。一見右に負けるように見えるが、斜面が崩れやすく落石の危険があるため、注意が必要。 鎖場の途中に赤舟山と山道との分岐がある。また、断崖へと向かう獣道が分岐しており、注意が必要。熊、マムシ、スズメバチに注意。産業技術総合研究所実質調査、総合センターシームレス地質図より、ありがとうございます。